1>, 1月13、14日、2023、2024年、アベベ FIA フォーミュラ E 世界選手権シーズン10の開幕戦、メキシコ E プリがアウトドローもエルマノス・ロドリゲスで開催され、パスカル・ウェイ・レイン、タグ・ホイヤー・ポルシェフォーミュラ E チーム、がポール・トゥインで自身5回目の優勝を飾った。 写真202324年フォーミュラ E 第1戦メキシコ E プリ決勝レースの様子2014年9月に上海 E プリから選手権が始まったフォーミュラ E は今年で早くも10年目のシーズンを迎えた昨季シーズン9には新型シャシージ GEN3」が導入されたことでより激しく高度なレースが繰り広げられるようになっている 開幕戦の舞台となったアウトドローもエルマノス・ロドリゲスは、F1 が開催される場としても知られ、市街地コースを主戦場とするフォーミュラ E にとっては数少ないクローズドサーキットの一つだ。まず決勝レース前に行われたデュエル形式の予選を制したのは、パスカル・ウェイ・レイン、タグホイヤー・ポルシェ・フォーミュラ E チーム。フロントローには、セバスチャン・ブエミ、エンビジョン・レーシング、が続いた、迎えた決勝は、 トトップ集団がクリーーーンなススタををを見せ順位をそのままにレースを開始するポールスタートのウェイレインは好調なペースで徐々にギャップを築いていく展開に持ち込んでいくフォーミュラ E のレースでは特定のコーナーに設定されたエリアを通過することでモーター出力を5 0ット向上させることができるアタックモードの使用が義務付けられており合計8分間のモードを2回に分けて使用することになっている。 首位を走るウェイレインは、ライバルに先行して2回のアタックモードを使用し、逃げ切る戦略に出る、9周目には、14番手を走っていたロビンフラインス、エンビジョン・レーシング、がターン17でクラッシュしてしまい、セーフティカーが導入された。レースは12周目に再開、トップは2番手スタートのブエミ、その真後ろに続くのはウェイレインだ、ブエミは最後のアタックモードを使用し、ウェイレインが首位に再浮上。 すぐさまペースを上げてギャップのコントロールを開始するトップを回送するウェイレインは2.4秒差までそのリードを広げる2番手のブエミもペースを上げて対抗するが攻め入る隙見出せず両者はエネルギー残量の表示が0.0%になるまでアタックを続け最終的には1.162秒差でウェイレインが先頭でチェッカーフラッグを受けたウェイレイン ブエミに続く3位には4番手からスタートしたニック・キャシディジャガー TCS レーシングが入り早々にアタックモードを完了する戦略が走行してポジションアップに成功しチーム移籍初戦で表彰台を獲得した日本から参戦する唯一のチームである日産フォーミュラ E チームからはサッシャ・フェネストラズが9番手オリバー・ローランドが20番手からスタート アタックモードの使用戦略やエネルギーマネジメントによって大きく順位が変動していく中断勢を争い、最終的にローランドは11位くらい、フェネストラズは12位でレースを終えている。